はい。それでは、二次行列式の特徴付けということで、えー、説明していきます。えー、まずですね、えー、M2R というのを実二次正方行列全体の集合としておきます。複、えー、素数でも同じようなことは、あの、議論ができるわけですけども、一応ここでは簡単のため実数にしておきます。まあ、実際には実数、もしくは実数に、えー、を動く変,変数を含む、文字列を含むとか、 いろんなそういう集合での上の行列とかで考えていいわけですけども、まあ今ここは簡単のために実数成分の行列としておきます。で、この実数成分の行列全体の集合の上で、実数に値を取る関数 F というのであってですね、を考えます。で、もちろん M2R の原はこういう二次の正方行列 ABCD なんですけども、この ABCD を列ベクトル、 えっと、列ベクトル B、第一列を AB として、こういうふうにも表しておきます。で、これに対して、F かっこ A、もしくは F かっこ AB というのを、まあ、実数の元をですね、対応させる関数の中で、えぇ、ー、サッチザットっていうのは、これ以下の性質を満たすという意味ですけども、これ ST とかでサッチザットですね。えー、以下の性質を持つようなものを考えると。すなわち、AB おののについて、線形であるということですね。 つまり B を固定して A について見たときに、なんか、ここの A のところが A たす A ダッシュになっていたら、この行き先も FAB と FA ダッシュ B の和になるとかですね。A のところが3倍になったら関数の値も3倍になるとかですね。B についても同じことが言えると。まあ、こういう性質を多重線形性と言いますけども、まあ、そういう線形性があるというですね。それから、1列目と2列目が同じという状況においては値が0になりますと。 から、1列目と2列目を入れ替えると、符号が反対になりますと。そして最後に、単位行列における値は1ですと。こういうふうな4つの特徴を持っている関数を考えると、その関数 F というのは実は行列式で定まる、ABC に対して行列式を対応させる関数であるということが言えるということですね。つまり、二次行列式はこの4つの性質によって特徴付けられるということです。 前回ちょっと例として、二次関数の話をしましたけれども、原点で最小値を取る二次関数で、あれば、それは、例えば、A を正の数として、X 字上というものは全部そうだったわけですけれども、その中でさらに、え、1において値が1であるというふうに指定すると、A が1になるということで、完全に X 字上しかないというふうなことが分かったわけですけれども、同じようにこの F という ABCD に対して、行列 ABC に対して、この実数の値を対応させる関数で、 この ABCD について、この、あるいは列ベクトルについて、こういう4つの特徴を持っているものは、行列式に限るということですね。これをちょっと説明していきたいと思います。A をですね、基本ベクトルの一時結合で表します。この A っていうのは要するに AC という列ベクトルですから、数ベクトルですから、A 倍の E1 たす C 倍の E2 と。で、B は B 倍の E1 と D 倍の E2 と、こういうふうに書けるわけですね。そうすると、 線形性っていうのは何だったかというと、この一時結合がそのまま保たれるということですから、一時結合はそのままこの F、A 倍の FE1B と C 倍の FE2B というふうに、B を固定して、A だけ注目したときにこのようにかけると。いうですね。つまりこういうふうになると。これはまず A に関する、A の方に関する線形性を使うというです、ね。線形って書いてあるんですこれ線形性があるということですね。で、次に、 2列目の方に関する線形性も使うとですね、ここ、それで、ここに B を B1、BE1 と BE2 というふうにして表すと、4つの項に分かれるわけですね。で、この時この B っていうのがこう出てきて、AB と AD、AB と AD の F11、F1、E2 となるわけですね。で、こっちの後ろの方からも、 CB と C、CB と CD というふうにして CB と CD の E2、E1、E2、E2 ということで、都合4つの項が出てくるわけですね。で、ここで今度は2番と3番を使います。まず2番の方ですけども、2番の方を使うとこの FE1、E1 と FE2、E2 は0になるということがわかります。ですね。はい。で、3番の方を使うと、この FE2E1 というやつがマイナスの FE1E2 になることがわかりますね。この3番のこの性質を使うとこういうふうになることがわかります。ということで、この FE1E2 だけになりますね。ここは消えちゃうので、消えちゃうので、これとこれのマイナスのものしか出てこないので、まとめると FA は AD-CB って書いてあります。BC ですね。BC の FE かっこいい2と。 えー、e12 っていうのは、e12 って並べると単位行列ですから、これ e12 っていうのは要するに単位行列のことですね。単位行列における値かける ad-bc というふうになるわけです。で、最後に4番を使うと、このここのところ1になるわけですね。ですから4番がもしなかったとして、123だけだったとすると、まあ、なんかある定数倍の ad-bc という形をしたものがすべてこの123の性質を持つと。で、さらに、 1>, 1における値、単位行列における値が1ですよっていう性質を使うと、まあ、ここは単位行列における値なわけですけども、単位行列における値は1ですよっていうことが性質を持っていると、ここで A-BC というふうに決定すると、完全に決まってしまうということになるわけですね。はい。ということで、この形が1、2、3から得られるもので、さらに4番の、まあ、言ってみれば特殊値特、特殊値条件を使って、ここまで決定するということがわかりました。 はい。ということで、まあ、1234の性質を持つというのは、行列式だけなので、この1234の性質が、いわばこの行列式の特徴づけを与えているということになります。で、途中でもちょっと言いましたけれども、この1番の A、B、各々について線形性を持つという、こういうのをま多重線形性というんですね。はい。これ、今後一般に3次行列式、4次行列式やっていきますけれども、その時にも各列ごとに注目すると、 え、他のものを固定して考えると線形性を持つというのを多重線形性と、マルチリニアというふうに言うんですね。で、2は対価性、まあ、デジェネレートするっていうことで、3は交代性と言います。まあ、このま、等しいものがあったらゼロになると。対価性というのはですね、これあの、行列式は実はこの2つのベクトルのる平行四辺形の面積の、ま、符号付き面積なんですね。A と B がプラスの向きに回転していればプラス、B と A が逆,逆であればマイナスの、 面積ということになるわけですけども。なので、この A と B が平行であると、あるいはまあ A と B がまあ一致しているということはま、ま平行でも一緒なんですけども。えー、そうすると、この平行信辺がべしゃんと潰れて退化しているから、面積がゼロになるという感じですね。で、交代性はひっくり返すと符号が逆になる。まあ、符号付きですから、B という立場を入れ替えると、ネジの向きが逆になって、プラス方向とマイナス方向が変わるということで、ひっくり返るということで、交代性というわけですね。はい。 で、えー、前回もちょっと説明したんですけども、あれは行でやったんですけども、まあ列でも同じことで、えー、多重線形性を使うとですね、まあこの実数の世界のところでは少なくともこの2と3、交代性と対価性は同値になるということですね。 はい。一応まあ確認しておくと、つまり線形性を使うと、この A たす B と A たす B っていうのを考えたときに、考えたときに、これが0になるんですが、これを展開した時ときに FAA、FAA と FBB の他に FAB と FBA が出てきて、これとこれとこれが全部0なので、これと足したものは0で、つまり FBA はマイナス FAB だと出てくると。で、逆に、交代性があると FAA っていうのを a a をひっくり返すと同じものなんだけど、ひっくり返したんだからマイナスがついているわけなので、これは2倍の faa イコール0となって、まあ、2は0ではないので、イコール0ということになる。2で割,れ割って faa イコール0となるんですね。ということで、同値であるということが言えるす。